はい、これもね、すいません、遅くなってしまったんですが、遺産相続ですね。遺産相続に関してのちょっと最新情報をお伝えできればと思います。前回ね、動画出した後にちょっとね、いろいろと状況が変わりまして、状況が変わったというか、まあ、その、いろいろ調査の結果に分かったことがいくつかあって、で、ですね、母親の京子さん、はい、京子さんと連絡が取れまして、で、まあ、その聞くこととしては、ま、二つあって、まあ、その、まずは、遺書があるのかどうか、劉邦の遺書があるのかどうかっていう話と、あとはもう、ざっくり金額どれぐらいありそうかっていう、まあ、話ですね。まあ、この二つを京子さんに、聞きました。で、京子さんは、その、2008年まで、劉邦と一緒に住んでいたので、2008年までの、状況は把握しているということで、まあ、そっからですね、まあ、今15年ぐらい経ってるんで、もうそっから先の話は詳しいことはわからないんだけどという前提で話を聞きました。で、まずはですね、遺書ですね。劉邦が遺書を書いてるかどうかっていう問題。僕ちょっとその、いろいろね、取材とか受けたりとか、あとは、他の方とかとね、コラボした時とかに、まあ、ちょっとまだ出てないやつも、まだ出てないやつもあるんだけど、遺書は多分、劉邦書いてないんじゃないかっていう話をしたと思うんですよね。まあ、っていう感じだったんだけど、その、まあ、僕のその顧問弁護士の、人の見解は違くて、劉邦が遺書を書いてないはずがないと。で、那須にお墓を作ってるよねっていう、劉邦がその、まあ、自分が死んだ後に入るためのね、お墓、大スーパーって言って、その、まあ、那須のね、航空の学園とかがある、ところの、隣の区画に、その、まあ、劉邦のお墓と、京子さんのお墓2つ作ってるんですね。で、自分の墓を作ってる人間が、その遺書を書いてないわけがないっていうふうに、まあ、弁護士が言ってたんで、まあ、そうなのかなと思って。で、京子さんに今確認しました。それで、遺書を書いてると思いますっていう話をしたら、まあ、京子さんの回答としては、2008年の時点までは毎年書いてたっていうことでした。1年に1回、だいたい正月明けてちょっとしたぐらいの時に更新する形で、で、まあ、その、まあ、遺書を書いて、まあ残していたということらしいです。ただ2008年の時点では確実にあったので、まあ、多分その一番最新版にアップデートされているのが、まあ、おそらくその法的に有効な、効力を持つものになるんだと思います。ただ2008年以降京子さんはその見てないから、そこから毎年書き換えて更新し続けてたどうかはちょっとわからないと。で、今特に今その僕がね、ヒロシがまあ、家を出てっていうか、まあ、絶縁している状態 で他のね、下の兄弟とかも、まあ、消息不明になったりとか、あとは教団、一番下の有田とかが教団と絶縁したりとかいうこともあって、あとはその長女のさやかですね。長女のさやかの、その、まあ、神戸にね、左遷した、あれとかが反映されてるかって言ったら、それはね、おそらく反映されてないと思うんですよね。さやかが左遷されてから、2日後ぐらいに死んだんで、だからその、そこら辺が最新版でどうなってるかっていうことがわからないので、これは蓋を開けてみないと、何とも言えないということでした。で、これが遺書が、実はその、これ検索できる、その、まあ、やり方があって、これで今ちょっと弁護士に検索かけてもらってます。で、それで届け出をしてるんで、遺書を。それをだからその、まあ、遺族だからっていうことで開示できるみたいなんですよ。っていうので、それをですね、今検索をかけて調べている状態です。ということで、内容が分かったらちょっとまた動画にしますが、とりあえず遺書は確実に存在するらしいということがね、これが新しい情報です。ただその、いつ更新されたものかっていうのはちょっと正直分からないということだったんで、これは実際に調べて蓋を開けてみてから、まあちょっとまた動画で発表しようかなと思います。で、あとよ、遺産の金額、まずこれに、二つ目、これについてなんですけれども、まあ、結論から言うと、ほとんどないと思うという話でした。というのが、京子さん曰くなんですけども、その2010年ですね、京子さんと離婚裁判をしている最中、2010年に一回劉邦は個人財産を0円にしたらしいんですよ。なんでかっていうと、その、京子さんに裁判で負けたら持っていかれる可能性があるから、あとはまあ手打ちでね、和解金で、それでなんか、まあこれぐらいは財産分与しなさいみたいなことを裁判所から言われる可能性があるから、その、京子さんにお金をあげたくないから、一回自分の個人資産を0円にして、全額今まであった貯金を教団に寄付してるらしいんですよ。っていうことがあったらしいから、2010年に一回0円になってるみたいなんです。で、まあ、京子さんとの離婚が成立してから、まあ、その後は普通に、僕も2016年の書類で、まあ、総裁の給料5億円っていう風に書いてるのをね、一回見てるから、自分の給料を5億円ぐらいに設定してた
ことはまあ間違いないと思うんですよね、そこから。うん。あと、印税ですね、印税。本の印税は確かその、劉邦が教団じゃなくて自分の口座の方に入れてたっていうふうに聞いてるんで、だから、2010年で1回0円にして、その後の総裁の給料と、あと、印税ですね、これはおそらく個人口座に、まあ、入れてることになるはずです。なんだけど、1回その、なんかその、7億5000万ぐらい、その、寄付をしたと、教団に。劉邦がその、個人の口座から、教団の口座に7億5000万、入れたみたいな、なんかそういうことがあったっていうふうに京子さんが言ってたんで、ちょこちょこ多分その、教団にその寄付してるっぽいんですよね、劉邦が。やっぱりその、それはなんでかっていうと、やっぱ相続税対策で、まあ、国にお金を持って帰りたくないと、もう国にその相続税で持って帰りたくないから、なるべく個人の財産は少なくして、全部教団の持ち物にしてっていうやり方を基本的には取ってたらしいので、だから、あんまり期待しないでほしいということを京子さんから言われました。多分おそらく大した金額は残ってないから、全くゼロってことはないけど、まあ、期待してるような、なんか、数十億とか、そんな金額は絶対ないと思うという話だったんで、まあ、あって数億。で、もしなかったらもう本当に1億下回るぐらいの金額かなという予想でした。で、こればっかりは本当に遺書とその口座の蓋を開けてみない限り、わからないということなんで、まあ、ちょっと今ね、これ、口座にいくらの、劉邦の個人口座がどこの銀行にあって、で、それぞれにいくらあるのかっていうのを今ちょっと紹介をかけました。で、それで紹介をかけて、今調べている状態です。なので、分かったらこれもまた動画にします。はい。という感じで、遺産はぶっちゃけ多分あんまりなさそうという話でした。ただ、その、京子さんから、まあ、劉邦が口座を作ってそうな銀行、どこにあるかっていう話を、聞いたんで、一応その可能性がありそうなところは全部当たって、で、もしかしたらね、教団に隠してる口座もあるかもしれないから、そう。だからそういうのとかも、全部調べて、まあ、どっかにね、隠し財産とかないかっていうのをね、これから探していきたいというふうに思います。まあ、とりあえず、どうだろうね。僕は、まあ、ないもんはしょうがないからね。まあ、そこら辺はね、相続税対策とか、劉邦はね、やっぱ金にがみつい男だったから、そこら辺は抜け目なくやってたのかなっていう、感じはするから、まあ、それないもんはね、それはもらうことはできないんで仕方ないんだけど、まあ、とりあえず、まあ、3000万ちょっとあったらいいかなっていう感じかな、僕としては。3000万を、とりあえず、京子さんに返さなきゃいけないから、3000万、はとりあえず確実にあってほしくて、それプラスなんか他にもねちょこちょこした負債があるから、まあそれを返せたら、まあだからまあ4000万ぐらいあったらいいかなっていう感じ。4000万ぐらいあったらもう手元に残るのはもう本当にあとどんぐらいかな、うん、ちょっと本当にちょっとだと思うんで数百万とかしか残んないけど、とりあえず借金と負債が全部返せたら僕はいいかなっていう感じなんで、まあそれ以上は別に、まああったら嬉しいけど、別になかったらまあ仕方ないかなっていう感じですかね。まあ希望としてはまあ4000万ぐらいもらえれば僕はそれでいいかなっていう感じ。それ以上は求めません。はい。まあ、そんな感じで、一応、最新情報ですね。遺産に関する、最新情報を京子さんから、聞いた話を、求めました。今ね、ちょっとその、弁護士が今、その、遺書の検索と、あとその口座、どこに、劉邦の口座がどこにあって、それにいくら入ってるかっていうのを調べているので、それが分かりして、また動画にします。いずれにしよう、まあ、2000億円ぐらいね、資産があるっていろんなところで出てるけど、それはあるんだけど、それ教団の資産だから、それは個人のね、方には、入ってこないんで、まあ、残念ながらね、僕がそれを引き継げる可能性はないということなので、残念ながら、はい、まあ、そういうことみたいです。まあ、ただね、僕は借金が返せて、あとね、まあ、ちょっとぐらい、あと、負債になってるところが返せればそれでいいかなって思ってるんで、まあ、それ以上は望みません。まあ、こればっかりはね、本当に、もう、ないもんは仕方ないんで、まあ、あるものをしっかりとね、受け取れる分だけ受け取れれば、別にそれ以上僕は求めませんので、はい、まあ、そんな感じでした。ということで、遺産相続について、京子さんに聞いて、分かった新しい情報でした。また、これも状況が変わり次第、新しく動画を撮ります。よろしくお願いします。